はい、かのたんです。前回私は精神病院に行って治療するつもりだったんですが、健常だったみたいなので、早期復帰することができました。さて、今日は、クのイラストについてなんですけど、このミクのイラストが海外版のプロセカ公式が出したことで話題になっていますね。これを見て思ったことは、運営さんふざけてんのかなって思いましたね。なんでかっていうと、 日本版のプロセカのイラストはお目もパッチリしていてとても可愛いのに、海外版のイラストに関しては、男の人がコスプレしたような顔をしてるように見えましたね。別に S さんに対して馬鹿にしていませんが、このイラストのどこが可愛いのかさっぱりわからないので、なぜこんな人間味のある顔にしたのかわかる方がいれば教えてくれたら嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。